トムラ治は、埼玉県日高市出身の元プロ野球選手。宇藤右打小学3年児から野球を始める。立教新座高校では、1年秋からのベンチ入りを経て、2年児の春からエースの座を確保した。在学中からストレートで、最速時速 145km を計測するなど、右の本格派投手として注目されていたが、春夏ともに、 阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。立教大学への進学後は、東京六大学野球のリーグ戦に1年の春から登板すると、2年の春季リーグ、対東京大学戦でリーグ戦初勝利。3年の秋季リーグでは、対東大戦で2勝目を挙げると、対明治大学戦でリーグ戦初の関東勝利を挙げた。四年の春季リーグでは、 対早稲田大学戦でチーム8期ぶりの勝利を挙げたものの調子の波が大きくスタミナ不足を露呈。4年の周期リーグではチーム14試合中11試合に登板すると通算投球イニング勝利数とも自己最多記録を達成した。また、総大との2回戦ではリーグ戦唯一の完封勝利を挙げている。在学中にはリーグ戦で通算45試合に登板。 10勝14敗、防御率3.18、142奪三振という成績を残した。2009年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから一巡目で単独指名。契約金9000万円、年俸1500万円という条件で入団した。背番号は22。2010年、公式戦の開幕を2軍で迎えたが、 4月21日の対千葉ロッテマリーンズ戦に先発投手として一軍公式戦にデビュー。一軍公式戦全体では4試合の登板で0勝1敗、防御率も7.27を記録した。2011年オープン戦で高騰を続けたことから公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションに加わったが、 勝ち星を挙げられないまま5月3日に登録抹消。9月に再び登録されたものの一軍公式戦全体では8試合の登板で0、勝3敗にとどまった。10月6日の対北海道日本ハムファイターズ戦では東京六大学リーグの対総大戦で一度も勝てなかった斉藤勇希と投げ合った末に一軍公式戦で 初めての関東を経験したが、3敗目を喫した。投資出身の星野千一一軍監督に、この試合の収穫は、戸村の関東だけと言わしめた。2012年、前年に続いて公式戦の開幕から一軍の、先発陣に入ると、4月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦で一軍公式戦初勝利。星野の監督通算戦勝達成に貢献した。 以降も2勝を挙げたが、セパ交流戦からは、中継ぎに転向。6月3日に出場選手登録を抹消されると、9月の再登録後に一軍公式戦で一度先発したが、序盤に先発で3勝を記録しただけでシーズンを終えた。2013年、公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションに入ることを期待されたが、 開幕直前に水暴走を発症。5月20日の対東京ヤクルトスワローズ戦で1、軍公式戦へのシーズン初登板を果たすと、この試合から12試合の先発登板で4勝を挙げた。ただし、予死休数が脱三進数を上回るほど、投球内容が安定せず、8月下旬に出場選手登録を抹消。1軍が初めて進出した。 クライマックスシリーズや日本シリーズでも登板の機会がなかった。2014年公式戦を2軍でスタート。イースタンリーグの公式戦では開幕当初に先発で高騰していたが5月末に坂井二軍チーフ投資コーチの方針でクローザーに転向した。6月27日に救援要員として出場選手登録。登録後は オール救援で一軍公式戦5試合に登板したが、防御率が10.13に達した。このため、シーズンの終了後には、入団当時のチームメイトだった岩隈久志の自主トレーニングに参加した。2015年、先発へ、再び転校すると、4月から一軍の先発陣に、復帰。4月26日の対ロッテ戦では、唐島が、 左背中痛で投板を回避したことを受けて、急遽先発すると、5回1失点の高頭で、勝利投手になった。戸村が、他の投手のアクシデントに伴って一軍公式戦へ、急遽投板した事例は、この試合が初めてである。後半戦からは先発へ正式に復帰。入団後初めて、フルシーズン一軍へ帯同するとともに、対ロッテ戦だけで4勝を挙げるなど、 チーム2位の7勝を記録した。2016年、1軍公式戦の開幕直後までは、先発要員として2軍で調整。1軍の中継人が総じて不審であったことから、4月10日に、中継要員として1軍へ合流した。同月だけで参拝を喫したことから、2軍で先発要員として、再び調整した後に、6月10日から1軍へ復帰。 6月19日の対横浜 DNA ベイスターズ戦に先発でシーズン唯一の勝利を挙げたが右肘の状態が悪く7月4日に出場選手登録を再び抹消8月4日に右肘のクリーニング手術を受けるとそのままシーズンを終えた1軍公式戦全体では11試合に登板したが1勝5敗 防御率4.41という成績にとどまった。2017年4月から7月までロングリリーフ要員として一軍に帯同しながら先発を予告されていた同僚投手のアクシデントによって一軍公式戦で急遽先発を任されることが相次いだ。岸士高の先発が予告されていた4月23日の対福岡ソフトバンクホークス戦では岸が 腰痛の発症で当番を回避したため緊急先発試合開始のおよそ15分前に、この年の一軍公式戦で、初めての先発当番を告げられたにもかかわらず、6回裏の途中まで無失点に抑える口頭で、勝利投手になった。パシフィックリーグに予告先発制度が導入された1994年以降の NPBE 一軍公式戦で、一人の投手が、 予告先発投手の代役登板で2勝を挙げた事例は2015年の対ロッテ戦とこの試合に勝利したトムラが初めてである。さらに、塩見隆弘の先発が予告されていた6月9日の対広島東洋カープ戦では、塩見が腰の針で登板を回避したため、シーズン2度目の緊急先発に臨んだ。 NPB の一軍公式戦で一人の投手が予告先発投手の代役を通算3回務めた事例は初めてで9円当番で4イニングを投げた6月6日の対 DNA 戦から中2日で臨んだが3回途中後失点という内容で黒星を喫した一軍公式戦全体では13試合の当番で2勝1敗防御率6.23をマーク この成績に対して、球団からは、推定年俸2000万円からの減額に相当する、査定を受けていた。しかし、二度にわたる緊急選抜を考慮されたため、シーズン終了後の契約交渉では、現状維持という条件で公開に至った。2018年、公式戦の開幕を二軍で迎えると、5月20日の、 対北海道日本ハムファイターズ戦で、救援投手として、シーズン初の一軍公式戦登番を果たした。二日後の対オリックスバファローズ戦でも8回表に、救援で登板したが、西野正弘が放った打球が右アゴを直撃。そのままマウンドで混沌したため、救急車で病院に搬送された。後の診察で、右科学核の骨折によって、 実戦への復帰までに3から4ヶ月を要することが判明。5月28日に骨折箇所の制服手術を受けたが、一軍公式戦では以上に試合の登板にとどまった。2019年、一軍公式戦で前年を上回る6試合に登板したが、勝敗はつかず、防御率は6.32にまで達した。レギュラーシーズンの10月18日に、 球団から戦力外通告を受けたことによって2009年ドラフト会議での指名を経て2010年に楽天へ入団した現役選手がチームから完全に姿を消すことになった。戸村自身は NPB12 球団合同トライアウトへの参加を見送る一方で NPB いた球団から獲得のオファーを受けた場合に現役生活を続ける意向を示していたが 11月22日に楽天球団を通じて現役引退を発表を。球団では11月24日に楽天生命パークのファン感謝祭で引退セレモニーを開催した。2020年シーズンからは楽天野球団のチーム運営部に所属しながら打撃投手を務めることが発表されたが、同年2月18日の沖縄県近町での一軍。 春季キャンプの打撃練習で登板した際、防球ネットの縁に当たって跳ね返った打球を頭部に受け、頭蓋骨多発骨折と前頭葉の軽度の脳座症の怪我を負った。球団はこの事故を受けて、打撃投手のヘルメット着用を義務付け、また、防球ネットの改良も検討することとなった。そして戸村自身は、セカンドインパクト症候群に陥る危険性を考慮され、 打撃投手からスコアラーへと転属された。1 8 5トルの長身から投げ下ろす、最速時速1 5 1トルのストレートを軸に、縦のスライダーやフォークを交えることが特徴。スライダーは2010年から2年連続で左率を1割台に、とどめるほど有効であったが、請球やセットポジション時の投球に課題を残していた。 楽天入団後の2012年まではオーバースローで投げていたが2013年からは左腕の位置を下げることによってスリークォーター君のフォームに改造シュートやカットボールも投げるようになった楽天への入団後は前述したように2018年シーズンまでの位置軍公式戦で予告先発投手の代役を3回経験ビハインドの局面で ロングリリーフを任されることも多いため、星野監督時代に同様の役割を担っていた左投手の河合隆史が、星野から困った時のボブと呼ばれていたことにちなんで、チーム関係者から困った時のトムと呼ばれるほど重宝されていた。戸村自身は2017年の契約公開直後にロングリリーフというポジションは難しかったが、やりたくないという投手はプロではない。 この年に経験したことは自分の財産になったと述べている。尊敬する人物はかつての楽天のエースで現役時代の初期にチームメイトだった岩隈久志。私生活では2011年1月に保育園の頃からの幼馴染みの女性と結婚している。ありがとうございます。